こんにちは。今日はダイソーさんへ行ってきました。3品買いました。マグネット付き瓶オープナー、ここがマグネットのようになってますね。まずこれから開封してきます。中はゴムになってて、これがマグネットで、冷蔵庫につけとけばこれで取るっていうことですね。ちょうどジュースがあったんですけど、一回開けてありますけど、やってみます。開けやすいです。これは便利なグッズですね。いい商品です。2つ目の製品です。バナナスタンドです。かけて長持ち、滑り止め付き。裏面を見ても大したこと書いてないように思ったら、滑り止めの効果が弱まってきたら、中性洗剤を水で薄め濡らした布巾で油分や汚れを拭き取ってくださいと書いてあります。スーパーで買ってきたバナナです。朝の幸せバナナ、血圧が高めの方に。体にいいと思ってバナナを買ってきました。今コロナだし、こういう需要の強いやつはいいかなと思って両方買ったんですけど、これからセットしてみます。辞書でバナナについての説明が見つかりました。バナナは芭蕉科の常緑多年草。高さは普通に3メートル。葉は芭蕉に似る。夏、苞を持つ大きな穂を垂れ、下部に雌花、上部に雄花がつく。実は棒状になり、黄色などに熟し、食用部は脂肪の発達したもので、普通種子はない。熱帯アジアの原産。実芭蕉、観賞、夏の季語。こんな感じですかね。家族に怒られました。前のバナナが残ってるということで、これも引っ掛けてみます。こんな感じになりました。大失態です。バナナがいっぱいになっちゃいました。3つ目の商品です。ふわ泡ホイッパー。
泡立ちやすいダブルプレート、簡単レシピのバーコードがついてますね。 QR コードですね。なんか調理の使用例がこうやって書いてあって、この QR コードでいろいろ出てくるという話みたいです。作り方が右側にこういう感じで書いてあります。2番の泡立て時間ですけど、上の方に見えますかね、1分30秒と書いてあります。これから開封します。中身ですね、こういう感じになってました。こんな感じです。これで泡立てるんですね。中に簡単レシピ集が入ってました。こんな感じです。裏面ですね、これに作り方が書いてあるので、この紙はなくさないようにした方がいいかもしれないです。これから作ってみます。この説明書によると、卵は1個だそうです。塩と砂糖と白身ですね、君は分けました。白身に塩を少々入れて、少々ってこんなもんでいいのかな、入れてみます。で、上下に1分30秒間動かすとアレクサ、1分30秒のタイマーをかけて。1分30秒のタイマーを開始します。作業的には大変じゃないです。結構泡立ってるみたいです。泡立ってるのか、だんだん上下するのが大変になってきましたね。力がいるようになってます。感じで泡立ちました。次に卵黄と砂糖を入れるんですけど、かき混ぜるの絵がスプーンの絵描いてあるから、スプーンを取ってきます。スプーンを取ってきました。このクリームを取んないと。
はいいんですけど、この間のが動くわけでないので取るのが大変です。もったいない感じがしちゃって、貧乏症なので余計そうなのかもしれないですけど、とりあえずこんな感じで取れました。これが白身の部分が泡立ったやつです。卵の黄身を投入します。砂糖を投入、これでかき混ぜます。色がこんな感じになってきました。これでバターか油をひいたフライパンで3分、これでフライパンをやってきます。テーブルの上はさっき片付けました。焼いてきました。こんな感じです。片面ちょっと焦がしちゃった感じかな、ちょっと焦げ目かなぐらいで焼きました。さっき言うの忘れちゃったんですけど、弱火でやるそうです。こんな感じです。柔らかいです。やはりちょっと食べてみます。柔らかくて非常に美味しいです。ちょっと塩を入れすぎた感じがありますけど、ふわふわしてて本当に美味しいです。卵を1個しかできないのがちょっと残念ですね。3つぐらい使えたらもっといい商品だなと思います。でも美味しくできました。